ジェームズ・ブルース、第8代エルギン伯爵及び、第12代キンカービン伯爵、ジェームズ・ブルース、1811年7月20日から1863年11月20日は、イギリスの政治家、植民地行政官、外交官、スコットランド貴族エルギン伯爵ブルース家に生まれ、1841年に、選出の庶民院議員として、政界入り、 同年借を継承。1842年に植民地行政官に転じ、ついでに就任した。1849年に、連合王国貴族エルギン団爵に除され、貴族院議員に列する。1857年には、特命全権施設として、中国へ派遣され、アロー戦争で英軍を指揮して、新軍を撃破し、1858年に天津へ進撃して、 天津条約を締結。その直後に日本にも軍艦を率いて現れ、江戸を海場封鎖し、その結果として日英修好通商条約を締結した。1859年に英国に帰国した際に第二次パーマストン施策内閣のに就任したが、1860年のアロー戦争再戦で再び特命全権施設として、 中国へ派遣されて、英軍の指揮を取った。新軍を破って、北京を占領した後、北京条約の締結を行った。1862年に、インド副王権総督に就任したが、在任中の1863年に、インドで死去した。1811年7月20日、スコットランド貴族で、外交官の第七大エルギン伯爵。 第11代キンカーディン伯爵、トマス・ブルースと、その二人目の妻メアリ、旧姓オズバルドの間に第一子として生まれる。イートン・カレッジを経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学ぶ。イートン校で、後の首相ウィリアム・グラッド・ストンと出会い、二人は、生涯の友人となった。大学を優秀な成績で卒業した後、地元ファイフに会議父の借金の処理に当たった。 政治家を志し、1834年には英国選挙民への所簡を発表し、人気が加工していた保守党党首の初代ウェリント公爵、アーサー・ウェルズリーヨーゴロンを展開した。1839年にから庶民院議員選挙に出馬するも落選。しかし1841年のでハンプシャー州のから当選し、独立会派の庶民院議員となった。 1840年に、イボアニ・ジョージが死去したため、エルギン伯爵くらいの法廷推定相続人となり、翌年11月14日に、父が死去したことで爵位を継承した。継承した爵位はすべて、スコットランド貴族だったのでこの継承で、貴族院議員に転じることはなかった。1842年には保守党政権の陸軍、植民地大臣のスタンリー教、 エドワード・スミス・スタンリーの要請を受け入れて、庶民院議員を自主権に就任した。を掲げて、ジャマイカ統治に臨み、ジャマイカの近代化、市民社会化を目指した。スコットランドから導入した手法、例えば農業促進協会を設置しての新農業の普及、聖書や軍育書の学習の普及、職業技術向上のための職業訓練学校の創設、 西インド諸島全域の行政機構の効率化などに努めた黒人奴隷解放後の混乱する社会情勢の中公正な態度により白人植民者からも黒人からも広く尊敬される総督となった1846年に帰国保育党政権の陸軍植民地大臣第3代グレー伯爵ヘンリーグレーからジャマイカ総督再任を要請されたが断った ホイックと政権からも高く評価されていたため、1847年1月にはに着任した。カナダでは1841年のアッパーカナダとローワーカナダが統合されてとなっていた。この統合は、ローワーカナダに多いフランス系住民をイギリス系住民が圧倒、吸収することを目指したものったが、当時のカナダの政治情勢は、そのような意図が実現できる状態ではなかった。 それを見て取ったエルギン伯爵は1848年にカナダ東部のとカナダ西部のに共同組閣を依頼しに就任してもらってを立ち上げた自由貿易信奉者であるエルギン伯爵はカナダの植産工業に努め自国と競合する方向性を打ち出したまた英系住民と普通系住民の対立の緩和のためカナダ公文書には英語 フランス語双方を認め、彼自身もカナダ議会では、英語フランス語双方の言葉で演説した。またアメリカ合衆国との関係を重視し、1854年6月5日には、アメリカ国務長官、ウィリアム・マーシーとの間に、小麦、穀物、課金類、魚類、羊毛、木綿、鉱石、貴金属などの商品取引、セントローレンス川やミシガン湖の航行券などを、 取り決めた。また、カナダ総督在任中の1849年11月13日に、連合王国貴族社会のエルギンのエルギン団舎に除され、貴族院議員に列している。1854年12月に順団舎と交代して英国へ帰国した。1856年10月に、シンでアロー,ゴー事件が発生。英国首相の 第三代パーマストン子爵ヘンリー・テンプルはこれを機に、清政府に、さらなる市場解放を迫る、条約改正を狙い、1857年春のに、勝利して議会から中国出兵の許可を得た後、1857年3月25日に、エルギン博を中国に送る、特命全権施設に任じた。エルギン博はフランスに渡って、 英仏軍共同での中国出兵を確認した後、5月9日に5000人の遠征軍と共に中国へ出発した。しかしその間にインドでセポイの反乱が発生したため、6月3日にエルギンハクがシンガポールに到着した際、インド総督チャールズ・カニングの要請で中国遠征軍の一部をカルカッタへ送ることになった。そのため7月2日に香港に到着した際に、 エルギン博が率いる中国遠征軍は1500人規模まで縮小されていた。本国の外相第四大イクラレンドン伯爵、ジョージ・ビリアーズもインド危機の前には中国縁など二義的な問題であるとして、当面武力行使は関東に限定して北京への侵攻を見合わせるようエルギンシャクへの訓令を修正した。10月16日に、 フランス特命全権施設ジャンバティスト・ルイグロが香港に到着し、11月からはインドの補充部隊も到着して、英仏連合軍5600人、起草、砲艦30隻からなる戦力が整った。提督が公営闘争の激化で撤退を余儀なくされた、カナンの再占領を決定したエルギン博は12月12日に、関東入場許可、条約義務履行。 損害賠償支払いを求める最後通帳を清政府に発した。清側の両校総督の要名鎮にそれを受諾する権限はなかったため、英軍は直ちにカナンを占領して11月28日に関東砲撃を開始し、翌日に陥落させると英仏連合軍5700人が上陸して関東を占領した。1858年2月12日に エルギン博は北京に紹介を送り、3月末までに上海において条約改正交渉を開始することを要求したが、清川側は交渉窓口は関東のみという姿勢を崩さなかった。その時の英海軍は占領下関東やその他条約港の権益保護に傍殺されていて、北京まで進撃するのは困難な状況だったが、エルギン博は北渡るが遅れて、 清政府に侮られることを恐れて、北京への武力死を決定した。インドの反乱やガントン公営闘争の余波で喫水の浅い小型気礎法官の白川口への結集が遅れた上、エルギンハクとシーモア提督の間で意見対立が発生し、なかなか戦略が決まらなかったが、5月18日になって、白川封鎖と天津進行の方針が決まった。その2日後に、 英仏軍は、王子砲台を占領し、5月30日には、エルギ・ウン・ハクと、グロは、天津に到着することができた。6月26日に、清政府との間に、天津条約を締結し、北京に公使を駐在させること、キリスト教布教を公認すること、国内化航行権を許可すること、賠償金支払い、アヘン輸入公認などを、清政府に認めさせた。 しかし北京での皇帝との会見や天津に占領軍を駐屯させることは求めず、6週間後には全軍を南方へて収させた。これは天津に占領軍を置けるほど戦力的余裕がなかったことと、依然として関東は英軍占領下にあるから、それによって、清政府に対する条約利行強勢力は確保できるという考えに加え、太平天国の乱が激化する中、 北京を占領して、新朝の威信を傷つければ新朝そのものが崩壊する恐れが高かったことがある。たとえ衰退する先制封建主義体制であっても、イギリスにとって中国貿易を保障する安定した中央政府の存在は不可欠だったのである。本国外相、クラレンドン博の訓令により、エルギン博には日本に侵攻し、 通商条約を締結する役目も与えられていた。そのため1858年7月6日に天津を退去したエルギン博は日本へ向かうことにな。7月30日に上海を4隻の艦隊で出発。8月3日、安政5年6月24日に長崎に到着。8月12日、7月4日には品川沖に停泊し、江戸会場封鎖した。 エルギン博の日本遠征には当初東インド艦隊司令長官シーモア提督も十分な海軍力を率いて同行する予定であった。ところがシーモア提督は訓令を無視して10隻以上の艦船を上海から香港へ帰還せ自身も一時長崎に帰港したもののすぐに香港へ引き返してしまった。そのためエルギン博に引き入られて 日本にやってきた艦船はわずかに蒸気船三隻、蒸気フリーゲート艦レトリビューション号、フィリアス号、リー号、そして江戸幕府に贈呈した海側船エンペラー号だけという大国イギリスとしては貧弱な戦力となった。それでもエルギンハクは、もし締結を拒むなら五十隻の艦船を引いて戻ってくることと、アヘンを売りつけると言って、江戸幕府を脅迫し、8月26日には、 日英修行通商条約を締結することに成功した。江戸に駐在行使を置くこと、下田、函館、長崎、新潟、兵庫を開港して、江戸と大阪を開始し、駐在領事を置くこと、輸出、輸入に制限は設けないこと、中日英国民の領事裁判権を認めること、信教の自由を尊重すること、日本側には関税自主権はないことなどを認めさせた。 一度中国へ戻らねばならないという時間的制約がある中、条約交渉が新政府に対するそれより容易に進んだこともあって、日本に対してはいい印象を持って離日したようである。このいまわしい東洋に着任して、以来、相席の念を持って離れる唯一の土地と友人への手紙の中で書いている。日本を離れ、1858年9月3日に、 上海に戻ったエルギン博は、上海会議において、税率改定、内地通貨税の限定、アヘン貿易の合法化を内容とする、通商商定前後条約を、清政府との間に締結した。天津条約で開講された、様子交流域の沈降、休校、観光を視察した後、1859年3月に、イギリスへの帰国の途に着いた。帰国後、 エルギンクはパーマストン施策内閣のに就任した。また1859年には、秘書のローレンス・オリファントが中国、日本滞在中の記録をまとめた本を出版した。日本の部分のみ、エルギン教ビ施設録として日本語を訳されている。ところが、清政府にとって、天津条約は、英仏連合軍の北京侵攻を防ぐための便宜的手段でしかなかったから、 その後も条約を守ろうとしなかった。特に講師の北京中流、内地旅行、内港開港については実行する意思をまるで見せなかった。そのため英仏連合軍は再度武力行使する必要に迫られた。1860年3月8日に英仏両国は清市政府に最後通牒を発し、4月にはエルギン博グロが再度匿名全権施設に任命されて、 中国に派遣された。この時には、インド反乱も鎮圧されていたため軽かったから、大規模な戦力を集めることができ、7月末までには、イギリス軍1万3000人、感染70隻、フランス軍7000人、感染30隻という中国遠征軍整えられた。英仏連合軍は8月31日にはサイド台、小放台を占領。 連合軍は8月24日の天津交渉と9月18日の通州交渉をいずれも破断させ、交渉場所を徐々に北京へ近づけていき、ついに北京を無欠占領した。この際にエルギン博はイギリス人捕虜が虐待された報復として延命園を破壊させた。10月24日に清政府との間に北京条約を調印し、天津条約の批准書を交換した。 賠償金増額、新たに天津の開港、急流半島割譲などを清政府に認めさせた。1861年4月に再びイギリスへ帰国した。帰国後1ヶ月も経たないうちにカニングの公認としてインド副王権総督に任命され、1862年3月にカルカッタに着任した。ジャマイカやカナダの統治と同様に、 スコットランド啓蒙主義と自由貿易主義を胸としてインド統治に臨んだ。母国スコットランド人の義士をインドに招来し、運河、道路、湾岸、鉄道などインフラ建設を推し進めた。特に鉄道はカルカッタを中心とした鉄道網ネットワークを提唱するなど熱心に取り組んだ。エルギン博が招来したスコットランド義士たちはインドから中国、日本、 オーストラリア・ニュージーランドにも流れていった。また、パンジャーブ州の市区京都が中国遠征で優先したことを考慮して、シ区を徴用する人事を行った。カルカッタの国書に耐えられず、1863年2月には、秘書地志村へ移り、9月まで同地に滞在した。その基とに、パンジャーブ州、ダラムシャーラーで、心筋拘束を起こして死去した。 最も在任期間の短いインド総督だった。借位は、長男のビクター・ブルースが継承した。1841年11月14日の父、トマス・ブルースの死去により、以下の借位を継承した。1849年11月13日に、以下の借位を新規にノブされる。1841年4月22日、保守党の庶民院議員の、 娘エリザベスメアリー・カミングイコール・ブルースと最初の結婚をした。彼女との間に以下の娘を設けた。最初の妻エリザベスはエルギンハクがジャマイカ総督として着任した後、ジャマイカにおいて休生。1846年にホイック等急進派の政治家の初代ダラム伯爵、ジョン・ラムトンの娘と再婚。彼女との間に以下の三男を設けた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。